白谷怪談、白谷の世界へようこそ、おいでをいただきました。怪談師の白谷でございます。毎週金曜夜八時の怪談話、今宵も不気味なお話に一席お付き合い願います。今度聞いていただきますお話というのは。 続きものになりますけれどねまあ仮に A さんとさせていただきましょう私の一つ年下の男性になりますけれどこの方が高校生の時のことであります訳あって高校生ながら実家を出て一人暮らしをされていたという頃の出来事になりますが その当時この A さんという方は神奈川県のとあるアパート借りて一人住まいしておりまして最寄りの駅というのは愚明寺というところだったそうですがねこの愚明ジという駅から学校に通うまでの途中で少しこの丘のような場所がありましてでこの丘の上には昔から 辺りののの景色に見つかわしくななないい大きなビルのようなものが一っていたと言います遠くから見ておりますとシルエットで小高い丘の上に一棟だけぽつっと立っているもんですが相当の大きさがあるのは分かっておりまして聞けば昔々は某企業さんの社員寮だった建物で高さは10階もあったといいますけれどで実は。 そのの建物に今長らく人の住ままいはありませんなぜかというとかつて何が元だったかまでは半然といたしませんが火事を起こしましてねそれも相当の規模の火事だったそうですよどれほどの規模かといって建物全体が火にまかれたといいますから。 それはとてもとても大きな事故だったでしょう。そのことがあって以来当然人が住める状況にありませんから取り壊しちまいはよかったんでしょうけれどどうしたもんだかそのまま建物は残っているというそうした場所というのは今も昔もそうですがさまざまな噂の発祥どころになります。彼らの周りでも 妙な噂が渦巻いておりましたどんな噂かといいますとかつて火にまかれて建物自体が真っ黒に焼け焦げてしまって無論中のお部屋から何からとてもとても人の住まえる状況じゃないはずにもかかわらず。 最上階にあるとある部屋だけはまるで被害を被っておらずにいやなんならまだ今も誰かが住まいしているんじゃないかという噂ですんなことあるかよあるかよっつったってさありそうじゃねありそうだなやだなマジか いや見たらしいんだよ見たって誰がだよいや知り合いがさ「うだよお前」「行ってみる行ってみる?と」とやんちゃ盛りの高校生ですからその日も悪友4人ばかりが連れ立って放課後いつもは遠くから眺めているだけだったその建物に行ってみることにしたそうです。 これほど近くにありながら毎日のように目にしていながら噂のこともあったでしょうけれど誰もその建物のそばまで行ったことがありませんでしたけれどわいわいといろいろ噂話を盛り上げながらはたと気づくと建物の前に来て愕然とした「うわーマジかよやべえな」。 そばに来てみると予想以上に大きな建物だった上に遠くから見ていてシルエット越し黒く見えていたんじゃないと言いますいつかここで大きな火事があったのはああなるほど事実だったと思えたそれというのが建物の下から上まで外壁はどれほど長い時が経っていたかというにもかかわらず 真っ黒にすすけた跡がありありと残されていて今まだ毛布の匂いがしそうな勢いだった周りの荒れている感じからすると随分長いこと放置されておりますから今その辺で火がくすぶっているなんということは到底考えられないんですがそれほど生々しく傷跡が残っていた加えておい入り口ねえな 本当だなねえな見渡してみてその建物の共用口といいますか玄関といいますかそうした場所がないのっぺりとした壁だけだったんですなんだよここおいあびっくりしたなんだよあったあった中だ中だ一人が向こうから呼びますから皆ザラザラついていきますと ぐるっっっと反対側に回って納得できたたずいぶん変わった作りでしたぐるり回ってみますと上から見てちょうどコの字型になるような作りになっておりましてで最初 A さんたちというのはこの外側を見てたんですがぐるり回ってみますとこのコの字型の内側のところです。ここから各階に上がっていかれるようになっている。 それだけ高い建物でありましたからおそらくエレベーターもあったんでしょうが内側を覗いてみますとなおのことちょうど壁が囲いのようになっていたんでしょうけれども中は外を見たい以上に真っ黒でしかもこの両サイドから伸びております階段なんというのも手すりの鉄の部分はドロドロに溶け落ちてしまっておりますし 足元にもおそらく火事の時上から落ちてきたあれやこれやが散らばっております階段もかろうじて伸びておりますがああ火事というのがどれほど恐ろしいかというのを思い知らされるという景色でしたどうするよ行ってみるまあなあ言ってた部屋一番上だっていうからマジかよ一番上かよ行けんのかなめっけるところまで行ってみようかと 足元を気をつけながらかろうじて残っている階段を側からこんこんと登っていきます一つ上がるとこの字型になっております側面ところに二部屋この真ん中の通路のところには三つこう玄関口が並んでいたそうですがどこも玄関ドアは外れておりますし外れておりますから覗けた中というのは 中の壁材やら何やらも燃え落ちておりますし窓枠だったろうというところももう見る影もないという「無理だよ絶対無理だよこんなところ住んでねえよ人を」「いやそうだけどさとりあえず」なんてこちらの階段が危なさそうだということになると向こうに「向こうが大丈夫かなということになりますとこちらに」と相当大変な思いをして上まで上がっていく。 途中は通路が潰れていてでさらにはこの階段のところにも木材やら何やらというのが炭になって落ちていてというような状態でしたそれでもどうにかこうにか一番上までたどり着いてみますが一番上のところももうもうあちらこちら真っ黒になっておりましていやーやっぱり噂だったろうな綺麗な部屋なんてと思った時ちょうどこの ドアが3つ並んでいる箇所の真ん中のところに来てここだここだうんなぜそこだけというきちんとドアがあったじゃあ開けてみるぞとカチャッノブが回ってギッ と開けた瞬間ゾワッと鳥肌が立った噂に聞いていた通り開けた向こうには整然ときれいなお部屋があったそうです小さなたたきがある床があって正面には窓レースのカーテンが揺れていて 側には襖が敷いてあって小さな台所があってまだ時計が残っていてというただ鳥肌が立ったのはその部屋の中中真っ赤だったからだそうですもともと赤いインテリアでということじゃない床天井壁と言わずどこと言わず 赤い塗料が無造作にずっと塗りたくられているいや今目の前で揺れているレースのカーテンにさえその塗料は塗られておりましてなんだよここやばいぞあとりあえず入ってみるか入ってみると空き缶の潰れたものやタバコの吸い殻なんというのが落ちている。 おそらくはここの噂を聞きつけて先に覗きに来たのがいるんでしょう。そうした人たちがその場でふとどきにも捨てていったゴミです。なぜかわからない、そうしたゴミにまで赤い塗料が塗られている。誰かのいたずらということも考えなくはありませんが、ちょっと考えづらいのは天井です。天井にまで赤い塗料がベタベタと塗り込められていた。 よほど背の高いものにしてもちょっと手を伸ばして届く天井じゃないんですその具合に赤い色を塗ろうとすれば三脚やら何やらを持ち込んでいるはずだいや自分たち絡みでここに上がってくるのも大変だったのにわざわざそんな手間かけてまでいたずらをするだろうかと思っていた時ハと隣の和室で 皆何だろうと思ってひょいっと見ると先に隣の間に入っていた仲間の一人が「来てみろおいびっくりさせんなよ」覗きに行くとその隣の間というのは和室になっておりましてこの和室もそうです畳から壁から天井からそして古い仏壇があったそうですその古い仏壇から。 目の前の座卓から赤い塗料が塗りたくられていたで先に中にいた人間が「これ」と指さしたのはその仏壇の前の座卓に置いてありました金木の仏像だったそうです。およそ50センチあるだろうかという大きな仏像は。 それだけ赤い塗料が塗られておらずキラキラと金色に輝いていたこの部屋をこのままにとどめていたのはこれだと思ったそうです仏像ですから守ってくれたのかなと思わなくもありませんがいや 金木のおよそ50センチのその仏像からは何とも言えないまがまがしい空気がひしひしと伝わってきた「ここに立ち入ったな」とわっと雲のこ散らすようにして訪ねてきた A さん含めて他の仲間は逃げるようにしてうちに帰ったそうです。 この出来事のあった翌日から A さんは不思議な出来事に苛まされることになりますが果たしてどんなことが彼を待ち受けていたのかそれはまた次回のお楽しみ「赤い部屋」というお話の前編からお聞きいただきました。 え最後までお付き合いをいただきまして誠にありがとうございます。えー、その赤いというだけでもね、十二分に気味の悪い体験なんですけれども、さらにさらに後が続くという、えー、さん、どうなってしまうんでしょう。えー、よろしければ、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願い申し上げます。それではまた来週、お目にかかりましょう。またねー